科学堂へようこそ。当店では皆様の暮らしの中からメニューを一つ選んでいただき、それを支える科学のレシピを楽しんでいただくことになっております。おじいちゃん、毎週毎週どこ行ってんのよ。でさ、もうマラソン大会の練習に行きたいんだけど。うるさいわね。で、なんでサングラスなの？うるさいわね。行こうと言ったらサングラス。決まってるでしょ。ち、おじいちゃん買った。行こうよ。いただきます。おじいちゃん、毎週毎週あたったちに内緒でどこに行ってるのかと思ったら、今日という今日は白状してもらいますからね。いや、急にバレちゃったよ。あの建物で何をしてたんですか？いや、ほら、これを習いに行ってたんだよ。お弁当ですか？そうなんだ。どうして？いや、ほら、今度みんなで登山に行くからさ、張り切ろうと思ってさ。いや、弁当ってのはね、普通の料理に比べものすごく難しいんだから。たかがお弁当にそこまでしなくても。言ったね、仕事。君はまだお弁当の奥深さを知らないね。よし、ならば教えてしんぜよう、お弁当の奥深さを。昔からお弁当は一日中外で働く人たちにとっては欠かせないものでした。また飲食店などが少なかった時代、長期間の旅行などには食べ物を持っていかなければ生死に関わります。そこでお弁当の中身は長持ちする腐りにくいものが一般的に用いられるようになりました。エジプトでは大昔からパンを持って外出していました。パンは調理するときに火で焼くことによって水気を飛ばします。これでカビなどの水気を好む菌の発生を抑えることができるのです。その後、薄く切ったパンをもう一度焼いて水気をさらに減らすことが考えられ、航海など長い移動に持っていくようになりました。この食べ物のことをイギリスではビスケットと呼んでいました。現在お菓子として知られるビスケットは、もともと長期外出用に考え出された食料だったのです。世界の古代の人々の暮らしを考えてみると、弁当が一番必要なのは旅に出る時でしょうね。つまり古い旅というのは歩いて、目的地まで行かなきゃいけません。食料が十分に調達できないということがありますから、食料が調達できたところで、それを携帯して、旅を続けなきゃいけない。補給できるところで、用意をして、補給できないところはその携帯食へ頼らなきゃいけない。それはもう古今東西を問わず
必要最小限の旅の技術ですから、まあ強いて、最も古く遡って、弁当は何かというと旅に出ての携帯食ということが言えると思いますね。日本の場合で言いますと、弁当の原型に相当するものというと、一つは干しいいカレイ、つまりご飯を干して乾かしたものですね、干しいいとも言うカレイいいとも言う、これを持って歩く。それからもう一つは焼き米、焼き米っていうのはつい最近まで中国産地なんかでは行事の食事として伝わっておりましたけれども、これはもみごと焼くんですね。フライパンがもちろんない時代ですから、素焼きの宝禄という上で、もみを焼きます。そうすると殻が自然に焼けて弾けて、それで中の米が残ります。この米に焦げ目があって水分がなくなっておりますから、干しいカレイも焼き米もつまり軽くなっているわけですね。ですから携帯食に便利だというのと、それからもう一つ水分を除いておりますから、腐りにくいということで保存食にも適当なわけです。なんかお米を焼いたやつってまずそうよね。でもほら保存が効いて便利だったんだな。僕は食べてみたいな。どんな味かな。まああんたは何でも食べるからね。そんな私はちゃんとお弁当箱に入ってないと嫌だな。でもいつからお弁当箱ってできたんですか。そうだね、平安時代の頃からかな。その頃になるとね、ほら料理の種類も増えてきたからね。平安時代の初め、お弁当は割り子と呼ばれていました。割り子はヒノキなどの薄い板で作られ、数人分の食べ物を入れるものでした。この割り子が中に仕切りのついた容器の始まりではないかと言われています。この頃、割り子という言葉は米あるいは食事という意味としても使われていました。その後、めんつうという容器が登場します。これは一人前ずつご飯を盛る曲げ物で、わっぱ、曲げわっぱなどと言われていました。曲げ物とはヒノキ、杉などの薄い板を丸型または小判型に曲げて作った容器のことです。めんつうは自分の分だけを運べるようになっていて、割りごとともに現在の弁当箱の元となりました。弁当という言葉が初めて出てきたのは、室町時代の節用集という辞書です。この辞書には、弁当は分けて用いる、備えて用いるといった意味で書かれています。江戸時代後期の国学者北村信代の書物には、弁当とはもともとめんつうのことで、めんつうを寒温で発生すると弁当になると記されています。そして読みとともに字も変わり、弁当という字が使われるようになったようです。当時弁当は割りごと言われてたんだ。弁当という言葉にはね、ほら便利とか重宝するとかという意味で使ってたっていう説もあるんだな。確かに便利よね。昔は今みたいにコンビニとかもなかったわけだし。そうなんだ。弁当のおにぎりね、あれはね、最低1日は持つように作られてるからね。そういえば、昨日の朝作ったおにぎりも今日食べてなんともなかった。すでにもう手遅れだったりして。驚かさないでよ。いや翔太郎君、もしかしたら具は梅干しだったかな。はい、そうですけど、何か。それなら心配ご無用。おにぎりに使うね、塩とか梅干しにはね、防腐効果があってね、梅干しなんかはね、何年経っても腐らないんだな。だから昔の人はね、塩でご飯を握って
中に梅干しを入れたんだな。そもそも食べ物はなぜ腐るのでしょうか。食べ物が腐敗する最大の原因が微生物です。食べ物についた微生物が増え続け、ある一定の限度を超えると食品の成分が分解され、人間にとって有害な物質に変わります。この現象を腐敗といい、腐敗を引き起こす微生物を腐敗微生物、もしくは腐敗菌といいます。塩には腐敗を防ぐ効果があります。微生物が増殖するためには水分が必要です。食べ物に含まれる水分は結合水と自由水の2つに分けられます。結合水は食べ物の元になっているタンパク質や炭水化物と固く結びついた水です。それに対し自由水は温度、湿度などの環境の変化に応じて簡単に状態が変わる水のことで、微生物はこの自由水しか利用することができません。この2つの水の割合を水分活性という単位で表すことができます。この水分活性の値が高いほど微生物の働きが盛んになり、食品は腐敗しやすくなります。塩には自由水を結合水に変化させる性質があるため、食品に塩を振ることによって食品の水分活性を下げることができます。それによって有害な微生物に必要な水分が少なくなり、腐敗のスピードを減少させることができるのです。梅干しにも塩と同じような殺菌性があります。梅を塩漬けにし天日で干し、それをまた漬けたものを梅干しといいます。梅干しなどの塩分の高い食品の中では浸透圧という現象が起こります。浸透圧とは、濃度の高い水が濃度の低い水を引き込んで均一の濃度になろうとする力のことです。微生物の細胞は細胞膜と呼ばれる水分だけを通す膜で覆われており、その中は液泡で満たされています。微生物が梅干しのように塩分の高い食品に浸ったとします。周りの水分は微生物の液泡よりも濃度が高いので、浸透圧によって細胞内の水分がどんどん外に出ていきます。液泡を覆う半透膜は水分しか通さないので、塩の分子は半透膜を通り抜けず、半透膜を圧迫していきます。水分が押し出され、塩の分子によって圧迫を受け続けた微生物の細胞は、生命活動ができないほど収縮してしまい、やがて微生物は死んでしまいます。梅干しのような塩分の高い食品が腐敗しにくいのはこういうわけなのです。浸透圧か。浸透圧ね。よし、それじゃあ二人に秘密兵器をお見せしよう。大根、塩、これでね、浸透圧の実験ができるんだ。よし、ちょっとやってみよう。翔太郎君、ちょっとこれ、はい、持っててごらん。いいかい、ここにね、もうね、大根をこんな感じ。よし、こんな、あら、こんなもんかね。よし、次にね、塩入れちゃう。ね。
よーし、もうちょっと入れよう、うん、よし、これでね、ちょっとしばらく置いててごらん、うん、水分が溜まってる。うん、浸透圧でね、水分がどんどん出てきてるんだな。それでね、微生物が住めなくなっちゃった。塩や梅干しってすごいですね。そうだね。よし、すごい。ついでにね、じゃあ君たちは焼きおにぎりっていうの知ってるかな。あのね、焼きおにぎりはなぜ焼いてるか。あの香ばしい風味を出すためよね。いや、焼くことによって水分を飛ばして水分活性を低くするためですよね。鋭いね、翔太郎君。いや、葵の言ってるのも間違いじゃないんだけどね、焼く目的っていうのはそうじゃなくてね、おにぎりを焼く理由っていうのはね、昔の武士たちがね、戦に持っていくためだったんだよ。ほら、戦いの最中にさ、腰にぶら下げたね、おにぎりを入れた袋がね、激しく揺れるだろう。そうするとさ、おにぎりとおにぎりがくっついちゃってね、いざ食べる段になるとね、こんな大きな団子になっちゃうんだな。だからさ、焼き目を入れて、おにぎりがくっつかないようにしたんだな。すごい、なんか僕、お弁当やおにぎりのファンになりそう。そうなったらね、おにぎりだって大喜びで、米だけに舞い踊る、なんちゃって。江戸時代っていうのは、私たち日本人が一番旅を盛んにした時代です。ですから、まあ江戸時代は、庶民が生活に窮屈としたなんていう歴史的な一方の概念はここでは捨てなければいけません。それで年貢制度っていうのも、これは稲作の水田税ですから、つまり土地税ですから、この稲作をしない時期、農民と言われた人たちも様々な仕事をしているわけです。あるいは酒造りに行く、大工さんに出る、そういう収入というのは全て、これは年貢の対象外ですから、そこの部分を見なければいけない。そうすると人々は盛んにそういうお金、小銭を貯めて旅に出る。それで中世の旅と違うのは、もう明らかにあと何里歩けば、日が暮れるまでにはどこへ着く、昼ご飯はどこで食べられるということですから、その何日分もの食料を持って歩く必要がないわけ。これが江戸時代の旅の大きな、それまでと違うこと。そうすると、せいぜい、昼飯を持って歩けばいいということで、さらに現代の我々に近いところの弁当イコール昼食というような定型化が出るわけですね。そこで、昼ご飯を確保するために朝作って、持ち運びがよくって、美味しさもある程度残してというと握り飯が出るわけです。ですから、我々が昼ご飯のための弁当という、その原型は江戸時代の庶民の旅にあるとしていいと思います。確かに遠足の時に食べるお弁当はいつもと一味違うもんな。あのね、弁当という言葉にはね、楽しいっていう意味合いがあるんだな。あのね、例えばね、劇場だろ、それからね、楽しい行事、それにね、楽しい旅行なんかに持っていく食べ物も弁当って言ってね、日本の心ですね。それからね、明治時代に入ってもね、あのね、さらに普及したんだけどね、弁当でもね、なぜか次第に姿を消すことになるんだな。どうして？それはね、わざわざ家から弁当を持って外に出かけなくても、ちゃんと外で食事ができるようになっていくんだな。明治時代に入って産業が発達し、教育制度が整ってくると、会社に勤める人や学校へ通う人が増えてきます。そうした人たちは勤め先や学校でお昼ご飯を食べるようになり、毎日お弁当を持って出かける人が多くなります。当時のお弁当は梅干し入りのおにぎりとたくあんといった簡単なものでした。
鉄道産業が盛んになっていた明治18年、駅弁が登場します。駅弁は当初、ごまを振った梅干し入りのおにぎり2個とたくあんという質素なものでした。最初は旅館業者が仕事の合間に作っていましたが、明治21年、本格的に飲食業者が進出し、専門的に駅弁が作られるようになりました。さらに郷土料理を使った駅弁が作られるようになり、旅の楽しみの一つとなっていきます。昭和の初め頃、日の丸弁当が登場します。日の丸弁当とは、ご飯の真ん中に梅干しを入れたお弁当のことで、上から見ると日本の国旗のように見えたので、このように呼ばれていました。次第に種類も豊かになっていたお弁当が、こんなに質素になってしまった食料不足の時代があったのです。昭和30年代までは、食事の時間に外出している場合は弁当を持って出かけるのが一般的でした。ところが、給食も含めた外食産業の発達とともに、家からお弁当を持って出かける人々の姿は少なくなっていきます。日本の食事は作りたてを食べることを理想としていますが、家から持っていくお弁当は、食べる時にはすっかり冷えてしまっています。そこで、温かいままのお弁当を食べることのできるお弁当専門店やコンビニエンスストアが登場します。現在ではバリエーション豊かなお弁当が手軽に手に入るようになりました。発売された当初のお弁当っていうのは、どちらかというと、まだ技術も確立されてない部分がありまして、保存性を高めるためにどうしても味付けが濃いめになってました。で、例えばとんかつなんかですと、ソースにべったりつけて、その全体的に日持ちさせるですとか、天ぷらなんかもタレに、どっぷりつけて、日持ちさせると、そういうことをしてましたので、それに比べると今のお弁当っていうのはソースも別になってますし、タレなんかもその外付けになってますので、しょっぱすぎるとか辛すぎるってことはないと思います。例えばですね、夏と冬で、私たちもそうですし、お客さんもですね、味の感じ方が違うんですね。例えば夏場っていうのは暑いし、あるいは汗もたくさんかきますので、どうしても、しょっぱいものが欲しくなります。逆に冬はですね、あんまり塩分欲しくなくなりますので、夏と冬で商品の味付けっていうのは変わってます。例えばその唐揚げの味付け一つにしても、あるいはおにぎりの中の具にしても、ご飯の塩味にしても、夏と冬では全て変えてます。で、商品開発っていうのは、基本的にもう7週間8週間あるいは2ヶ月3ヶ月前からですね、企画してますので、でどうしてもですね、夏場に冬の商品を作っていくわけなんで、その暑いところで冬のあったかいものを食べてもなかなか感じが出ないので、冬の商品を、試作するときには冷房をガンガン効かせて、非常に寒い状況で食べながら、そういうような開発をしています。出張とかで、あちこちの、あちこちに行ってですね、特にお米を作っておられる農家の方のところとかにも行くんですが、話を聞くとですね、朝コンビニでおにぎりを買って、あるいはお弁当を買って農作業されて、家に帰ってまたご飯を食べるというような形で、農家のあるいは米作りをされているところであっても、今そんな状況になってきてます。これがもう少し経ってくるとですね、もっとよりそのなんですか、食べるシーンに合わせた形でいろんなものが出てくるのかなと。例えばもっとより携帯性のあって、その栄養のバランスも取れるというような商品ですとか、あるいはその最近は高齢者の方が人口が増えている、あるいはその成人病のお客さんも増えていらっしゃると
ということで、よりその成人病の方に向けたメニューですとか、そういったものも今後はできてくるのかなと。コンビニ弁当っていうのはね、外出先で持ち歩いて食べる弁当としては最高の弁当だね。これでどこに行っても安心だね。あ、いやいやいや、まだ安心できないところもあるんじゃないか。ヒントは雲の上だ。まさか天国なんて言わないですよね。バカ言ってんじゃないわよ。宇宙よ宇宙。あ、なるほど。そう、宇宙にコンビニなんてないからね。でもね、宇宙の弁当、すなわちね、宇宙食ってのはね、科学の塊なんだな。宇宙飛行士の栄養の管理というのは、我々は非常に健康管理をする者にとってはですね、重要な課題です。と言いますのは、宇宙空間で無重力の状態に長くいますと、骨を作っているカルシウムが失われたり、タンパク質が失われたり、あるいは鉄分が失われるということがありますので、そういったものをきちっとですね、食事によって補わなきゃいけない。これから例えば10年ぐらいの近い将来に関しましてはですね、現在宇宙ステーションでは宇宙飛行士が約6ヶ月、滞在します。それからこれが1年とかですね、あるいは火星に行くとなると2年から3年宇宙に滞在するということになってきますので、当然、先ほど言いましたように栄養のバランスもさることながら、その食事のバラエティですね、種類が豊富にあって、食べ物に飽きないこと、あるいは宇宙空間にあってはその食べるということが一つの大きな楽しみになりますので、できるだけ種類が多い方がいいわけですね。さらにですね、例えば50年後というふうな将来においてはですね、宇宙空間で野菜を育てるとかですね、あるいは鳥とか豚といった家畜ですねを宇宙空間で育てて、宇宙空間の中でそういう食物を再生産するということが実際にですね、地上においても研究され始めております。そういった形で宇宙食が発展していくと考えております。ということは、宇宙で地球を眺めながらお寿司を食べることもできるんだ。おお、そいつは粋だね。そのうちどこでも何でもできちゃうようなお料理マシンができるかもね。それすごい便利だね。いや、そういうふうにね、実現できるんじゃないかな。だって未来っていうのは決して夢物語じゃなくてさ、現実の続きなんだからね。そういえば翔太郎、もうあのゼリーは飲まないの？もういいんだ。あんなの頼ってたらお弁当に顔向けできないよ。よく言った翔太郎君、よく言った。うん、それはね、科学の力を借りるのもいいけどね、科学に頼りすぎるとね、人間ダメになっちゃうからな。よく気がついたね。安心して葵を任せられるってもんだ。はいはい。では早速練習に行ってまいります。まあ翔太郎らしいって言えば翔太郎らしいか。視聴者の皆様、今回も楽しんでいただけましたでしょうか。科学の進歩はまだ始まったばかりです。それでは次回は深田科学堂でお会いしましょう。